そして翌日の朝、かけがっかおはようございます、ナナです。続きをご覧の方ありがとうございます。パパ起きて、パパパパパパ、なんだよ。じゃあ学校行ってくるね、バイバイ。はい、いってらっしゃい。そうしてナナは学校から帰ってきて、放課後、なんとテレビ初、なんと4時間スペシャルだったのが10時間スペシャルになりました。イエーイ。よし、じゃテレビ番組へ GO と言って、パパとナナは30メートルのすぐ近くのテレビの番組のところへ行きました。そうするとね、パパ見て、向こうに出てきたじゃん。ああ。朝子がテレビ番組のテレビだ。テレビ番組のテレビね。よし、じゃあこの中にはこの隣に入り口は あそこが入り口。ああ。じゃあ行こう。行こうね。あのピンクのカーテンみたいな、なんかやつの後ろくっつれば OK だよ。はい。あとパパはそしてくぐっていって中に入ったら、すごーい、すごいじゃん、すごい、すごいね。で、あの子見て、モデルに出るんじゃないの。ああ。ちょっとあの人に入り口来てもらう。ちょっとすいません、今私たちもなんと10時間スペシャルに出るんですけど、10時間スペシャルのポットっていう番組知りませんか。知ってます。そこなら向こうの入り口を角を曲がったらあります、ホットポットっていう看板が、ホットモットっていうやつです。やったー。じゃあ行くよ、ホットモットに。行こう。最初ホットホットって間違えちゃったけど、まあいいや。はい、行きよう。ありがとうございます。ありがとうね。じゃあその続きは次の動画でね。続きの動画でね、バイバイ。バイバイ。